香川県歴史博物館は JR 高松駅から東へ900メートル、玉母公園の東隣に位置します。この博物館の特徴は4階にある総合展示室。香川県の歴史を政治経済、文化、生活、自然環境などに分類し、時代ごとに紹介しています。この博物館の面白いところは、大型模型や映像によるガイダンスを通して、香川の歴史を体感できるようになっているところです。3階には5つの部門展示室があります。香川の特徴を取り上げた5つのテーマに関する展示を行っています。 1、2ヶ月ごとに内容を入れ替えるので、いつも変化に富んでいて、何度見ても新しい発見があります。香川県歴史博物館は香川の歴史が体感できる施設です。実物大に復元された建物や本物の歴史資料、さらにたくさんの映像で香川の歴史を紹介します。十二人絵や鎧兜が着付けできるコーナーもあります。ぜひ一度お越しください。どうぞ体感してみてください。